どうもありがとうございました。今回で2回目の練馬文化センターからの配信ライブでしたが、いかがでしたか？そうですね、1回目に比べたら少しちょっと余裕が出たかなという感じがしますね。いやもうすごく本当に素敵だったんですけれどもあの先輩方がね、こうした方がいいんじゃない、ここはこう上げた方がいいんじゃないとか、いろいろで教えてくださるので、すごくみんなに助けられて楽しいライブになりますね、はい、いや今回のドレスも本当に素敵なんですけれども、ね、はい、レースというんですかね、それはシフォンオーガンジーですね。オーガンジーですね、全部違いました。失礼いたしました、はい、今回もですね、お客様に光るうちわをお配りしたんですが、ステージから見ていかがでしたか？そうですね、いつも言ってるんですけど、本当になんか王様がね、キラキラ、海で言ったらイサリビがキラキラっていう感じでね、とても素敵でしたよ。はい、今回のライブ配信も全国各地からいろんな方々が配信を見てくださっていました。皆さんにこんなコンサートできたらいいなと思うんですけれども、茶田さん、ライブ配信いかがですかね？私はいつも今日ちょっとねコメントが間に合わなかったみたいなんだけど、島根県の方からとかねコメントいただくんですよ。今日待ってたのに来なかったのね。だけどそういうね、今コロナの中移動できないじゃないですか、ね、それで皆さんと会えるってこれしかないので、とてもこういうことは続けていっていただけると私たちはありがたいと思ってます。ライブ配信ではあるけれども、やっぱり今日お客様のコメントとかいただけると、もう直にお会いしている感覚にもなりますもんね。そうですよね、はい、そしたらまたこういったライブ配信ご出演していただきたいんですけれども、実は、はい、1月28日、はい、高田馬場で、はい、出ることが決まっております。はい、はい、はい、というの、はい、ミニコンサートに、はい、その告知などの詳細はどちらから？また近いうちに、はい、ゆうゆうテレビの方からゲリラ配信で出させていただきますので、思いっきり宣伝させていただきます、はい、ゲリラ配信というのがものすごい楽しみなワクワク感があるんですけれども、ちなみに多分12月10日に、はい、ゆうゆうさんから3時からですね、午後の3時からチャターのと社長の配信をします。はい、そちらも楽しみです。じゃあさん、ではこちらで1月以外のですね、もしありましたら宣伝告知 PR などお願いいたします。まだね、このコロナの中どうなるかわからないのではっきりは言えませんが、とりあえず確実に入っているのは1月28日、はい、ゆうゆうさんのミニコンサート、3月11日ゆうゆうのコンサート、練馬文化センター、全てゆうゆうさんですね。はい、たださん、ちなみにソーシャルネットサービス SNS 何かされてますか？ Facebook ぐらいですね。はい、ぜひぜひ皆さん Facebook でチャタさんと調べていただければ、チャタ星野で出てきますので、はい、チャタだけでも出てくるのかな、でもチャタ星野ってカタカナで打ってくれた方が分かりやすいと思います。はい、ぜひぜひ皆さんチャタさんを、はい、ゆうゆうさん見ましたよっていう一言添えてくれると友達になりやすいと思います。いいですね、じゃあそれを合言葉という感じで、はい、そうですね、はい、では最後にファンの皆様にメッセージをお願いいたします。これからもゆうゆうさんで育てていただいて、ゆうゆうさんでちょっとずつ一歩一歩階段を踏み込んで登っていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。はい、茶田さん本日はありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。またよろしく。ミニコンサート in 高田馬場、2021年7月22日木曜日、出演者募集スタートです。ステージの種類は3種類、10分間ステージ、20分オリジナルステージ、
30分オリジナルステージ、この3種類からお選びください。そして夜の部は新しい音楽番組、加山明夫の悠々ミュージックがスタートします。加山明夫が司会を務め、ゲストと一緒にライブ配信、インターネットの生放送で皆様に素敵な音楽番組をリアルタイムでお届けします。お問い合わせは悠々モデルまで。お待ちしております。第4回悠々ライブコンサート in 練馬文化センター、2021年9月9日木曜日、出演者募集スタートです。昼の部は北川大輔と歌仲間、夜の部は桂隆二と歌仲間。コンサート会場からライブ配信、インターネットの生放送を行います。ライブ配信のスタッフは某国民的アイドルのツアースタッフです。お問い合わせは悠々モデルまで。お待ちしております。第5回悠々ライブコンサート in 練馬文化センター、2021年11月11日木曜日、出演者募集スタートです。昼の部は山崎定時と歌仲間、夜の部は加山明夫と歌仲間。コンサート会場からライブ配信、インターネットの生放送を行います。ライブ配信のスタッフはジャニーズの某国民的アイドルのツアースタッフです。お問い合わせは悠々モデルまで。お待ちしております。